こんにちは日本語クラスですお元気ですか私は元気です今日は、えー、またお話し,しますはい、えー、ぜひ聞いていってくださいいつも聞いてくださってる方々本当にありがとうございます、えー、今日のテーマはあのー、野球部とバスケ部バスケ部っていうのはいやバスケットボールですバスケットボール部 の学生ですえー、中学生とか高校生をイメージしてください、はいえー、そのその部活に入ってる部活っていうのはサーククルででですすす学校の授業が終わった後にそこでするクラブですサッカーが好きだったらサッカー部に入るし野球が好きだったら野球部に入るバスケットボールが好きだったら バスケットボール部に入るそれですはい、えー、そういうのを全部を部活と言いますねはいでこの今日は特にこのバスケ部とバスケットボール部っていうと長いので日本人はバスケ部バスケ部って言いますはいバスケ部と野球部を比べようと思いますはいこの2つは全然違いますはい、えー、ですので あのこの二つを比べるっていうことが大きなテーマです今日ねで特に、えー、敬語を使うことがそれぞれできるかっていうのをまず大きなテーマです今日ねはい、えー、まだ他に実は今日話したいことあってまあさっきの敬語のこととあとこの二つの部活へのイメージが 日本人はありますはいえー、そのイメージが全然2つに対して全然違うのでそのどんなイメージを日本人が持っているか説明しますねこれは面白いと思いますこれはね知らないと思います皆さんはいえー、そしてえー、3つ目がこの2つの部活に入っている男の子男の人たちは 女の人たちから人気なのか、いえいえ、人気じゃないのか。はい、それについて話します。はい。えー、これ、あの、恋人になってほしいという意味です。はい。日本語だとモテるって言います。モテるか、モテないか。女の子からモテるか、モテないかについてです。はい。えー、そして、最後に、あの、アニメを紹介します。 この、えー、スポーツに関係するこの2つのスポーツに関係する、えー、特に今日はバスケットボールに関係する、えー、とっても有名なとっても面白くて、えー、知ってる人多いと思いますね特に韓国の人ね、えー、紹介しますのでそれちょっと最後の方にしますはいではまず行きましょう、えー、まず1つ目の大きなあのテーマですね、えー、敬語 敬語は話せるのかこのそれぞれの部活の学生たちは敬語を使えるのかというのです行きましょうえー、実はこの部活についてはあの私前のビデオで話したことがありますあ、なんでこれ出てきちゃったんだろうちょっと待ってくださいあ、失礼しましたちょっと待ってちょっと待ってこれですこれです失礼しましたあら、見せちゃった先に やだ間違えまましししたた失礼このビデオですね日本人の敬語の生活というのは中学生から始まってしまいますという話をしましたはい、えー、まだ見てない方これ見るとよくわかりますはい日本人の生活の中にもう使わなければいけないというところが出てきますそれが 学校の授業の時じゃなくて部活の時なんですねはい、えー、そこには先輩がいますはい一一上上ののつ、1歳上の先輩に対して、もう敬語を使わなけければいけません。はい、えー、この辺は詳しくこのビデオで話したので見てない方は是非あの見てみてください今日の下にリンク書いておきますね そうです、ね、であのー、じゃあ野球部とバスケ部はどうなんだという話ですがこれねはい、えー、まずあの敬語を使うのはどうしてかというとその前のビデオでも話した通り、えー、まず大きくは上と下の人の関係がある場合は、えー、必要になりますね。うん だから会社でも使ってる上の人には敬語で話さなければいけないですよって言いますよね。えー、これ実はもうちょっと他の理由とかあるんですけどあのまたそれは別のビデオでまたあのお話ししようと思います。あの例えば、えー、お父さんとお母さんが喧嘩した時に喧嘩してる時に急に敬語になる時があるんですね。 なんで <laughs> 今まで敬語使ってなかったのに敬語になる時がありますでそういうのとか理由がちゃんとあるのでまたちょっとそれは、えー、別のビデオで紹介しますが一つ大きな理由敬語なんで使いますかっていうのは上ののの人人と下の人の関係があるるそれをはっきりさせるためです私はあなたより上なんですよ。あなたは私より下でしょ。だから敬語使ってね。 私のことも先輩と呼んでねっていうそういうのですねありますでその関係がとてもはっきりしている部活が野球部ですはい野球部は本当に上の先輩下の先下の後輩というのがすごく厳しく分けられやすいですはいこれ 日本にある全部の野球部が全部そうですというわけではないです特に強いチーム強い部活のところは、えー、その学生の数も多いので特に厳しいことが多いですはい。だけどただちょっと楽しいからみんなで学校終わったら野球しようちょっと遊ぼうというそういうレベルだとあんまり 上と下の関係はあんまり厳しく分けないので敬語もあんまり厳しくないことが多いです。はい、で反対にバスケットボール部バスケ部は、えー、こちらもあの確かに日本人の中でとても人気なので学生の数は多いことが多いですどこの学校でも。はい えですが、これが不思議な話であまり上下関係に厳しいとは聞かないです。はい。これはもう何でなのかははっきりはわからないですね。反対に野球部が厳しすぎるだけということもできます。はいで。だからバスケットボール部はそんなに敬語は使わなくてもいい。 使うけどそんなに厳しくないうんです。反対に野球部は厳しい前のビデオでさっき話した、えー、とこのビデオで話した通り、えー、野球部はあの学校の中で学校のトイレの近くとかで先輩野球部の先輩にもし偶然会ったたまたまあった。 時にもちゃんと挨拶しないと。先輩に怒られたり。先輩に。ーお前、挨拶しろよバー。殴られる。顔をパシッバーッ。やられる。痛い。先輩、すいません。なります。なりやすい。はい。これは、あの、もう、本当に野球部だった人から私は聞いたので、それ本当です。はい。だけど。えー、バスケ部は、そういうのは。 聞いたことないです。はい。そう。えー、ですので、あのやっぱりまずもうここが違うし、えー、日本人はもうこのイメージをあの持ってます。はい。で、えー、バスケットボール部はそういう厳しいっていうのがないんですよ。で例えばさっき見せちゃったんですけどちょっとよかったらスライド見てください。これですね。このアニメ。 はい名前は「スラムダンク」スラムダンク日本語だとこういう言い方です「スラムダンク」英語だともっと綺麗なね言い方だと思いますが、えー、これアニメ、まあ、漫画だったんですけどとっても人気でアニメになってテレビでも放送してで、えー、20年くらい経ってから、えー、とまた映画になった。 はい、えっ、ー、といつだったかごめんなさい今はっきりわからないんですけど確か20年くらい前から始まっていたアニメなんだけどその時ももうすっごく人気でしたでその後あのー、コロナ中にコロナの時にあのまた「スラムダンクをアニメにし映画にしますっていうふうに。 皆さんに連絡があって「えー、みたいな「ええー、!20 年ぶりに「スラムダンクが帰ってくるうわあそうですで、えー、と映画になって、あのー、2022年ですかねに、えー、それが映画が見られるようになって、あのー、年2023年に日本の、えー、さ映画のショー えー、プライズ日本アカデミー賞というんですがここの下に書いてあります、えー、それのまあ一番素晴らしい作品ですというのを取りましたはい、えー、たくさんの人がえ何百万人という人が日本人が見に行って、えー、とても人気の作品ですであのこれがですね <laughs> えっと 見たことある人はもう説明がいらないと思うんですが、あの敬語の問題があります。この <laughs> そう見るとわかるんですけどね。でもな日本語で見ないとわかんないけど、そうですね。あのー、韓国では日本と同じぐらいかなり人気だそうですね。映画ももう大ヒット。 ヒットはだそうで、えー、ですがちょっと多分韓国語で皆さん聞いてるかもしれないからちょっと分かりにくいかもしれないんですがえっ、ー、とですね中心の人物がこの男の子なんですけどあのこの男の子があの1年生なんですよまだこ,うこれ高校生です。<laughs> <laughs> こんなに大人っぽい高校生いるんですかってまず聞きたいけどすごい大人みたいな大学生みたいですけど、ね、まだ高校生15歳とか16歳という、えー、話なんだけどこの人とかねもうおじさんですよね。そう <laughs> でも高校3年生ですこの,人も、ねでえー、とこの彼があの全然敬語を使わない。 もしかしたら使えないのかもしれないですね。簡単に言うと、この子はあのあバカですね <laughs>。いい意味でバカはい。あの私大好きですよ。この彼大好きですよ。そう、あのだけど、あんまりいろんなことを難しく考えられないし考えないですね。で、えっ、ー、と先輩なんです。これみんなえこの3人はここの彼より上なんですね。 例えばこの人は三年生で自分は1年生なんですが、えー、この先輩に対して敬語を使いません。この人はで敬語どころかもうすっごい汚い話し方をします。あの野球部だったら先輩のことは名前と先輩で読みますよね。例えばこの人が田中先輩だったらあの田中さんだったら田中先輩って。 言いますもちろん野球部だったら絶対そそうう言わないといけないいいとけですがこ,うこの話の中で、ね、この1年生は先輩のこの人のことを「えこの人はゴリラみたいだと」と顔がゴリラ確かにゴリラみたい動物のゴリラですねゴリラみたいだからあのゴリラって呼ぶのも長くて面倒くさいから「ゴリ」って呼ぶんですね「おいゴリ」っ <laughs> てひどい 先輩とかつけない「<laughs> おいゴリ!」ってもう最初から最後まで敬語なんて使いません彼ははいだからもう先輩に「何がゴリだ!」って言ってこう頭をパーンって叩かれたりいつもしてますはい「お前は練習しろ」とかね言われてますけどそうであのこの彼はえっと2年生だったと思うんですよね 二年生なんだけど二年生でも、えー、と彼は敬語使わないで、えー、と名前で呼んでます日本語の名前だと,、えー、と確かリョータっていう名前だったと思うんですけどリョータ君とかじゃなくてもうニックネームでリョーチンリョーチン、ね、リョーチンって呼んでますもう本当に兄弟みたいなお兄さんみたいに話を こうします。だから全然敬語使わない。だでも彼も全然それに対してあの怒ったりもしないんですね。うん。で、この彼も3年生だったと思います。確かね。そうそう。3年生なんだけど、彼のことも敬語で、えー、敬語でもちろんこう話さないし、あの名前で呼ぶ。先輩とか言わないです。 ですの「で、このスラムダンクを日本語であの皆さんが見ると「あ,のあれ野球部と全然違うえ全然敬語が出てこないなんで?」って多分びっくりしますね。うん、であの今の私のこの私の話が分かる人日本語で聞いて分かるレベルの人だったらこのアニメは 見られると思うので、えー、と何かで見てほしいいなと思いますあの何それぞれ皆さんの国によって違うと思うんですけどぜひねあのできれば日本語でちょっとでもいいから見てみると「あ本当だなんて汚い日本語を使うんだこの人たちは」と。<laughs> 特にこの子が <laughs> 言葉汚いか。 <laughs> そうなのでそれをぜひ見てほしいです。面白いですよ。はい。で言葉汚いだけじゃなくて、まあ、話自体もすごくいいです。はい。泣きます。不思議ですね。面白いんですけど、なんか泣いてしまいます。見てると。はい。であのあともう一個はあのあそうそうなのでえっ、ー、と全部のバスケバスケ部がこうですじゃないのではい。 それを気を気つけてほしいなと思ってまず一回紹介したかったんですねえっ、ー、とこんなにこう彼みたいに敬語を使わない1年生は実際はほとんどいないはずですはいでえっ、ー、とそうですねうーん実際は野球部ほど厳しくないけど あの「何々です」とか「何々ます」ぐらいの、えー、日本語で丁寧に話す話し方を1年生だったらするのがバスケット部も普通のはずです。このアそうそうそう違いますからね普通の,アニあの高校生のバスケ部はあんなに先輩に敬語使わないいえいえそんなことはないです。はい そうそう。ただ見てもらったらわかるのが、あのこの子はすごい先輩たちにすごく偉そうなんですね。そう負けたくない、先輩に負けたくないっていう気持ちがすごい強くて、あのいつも偉そうにしてるんですが、あの好きな女の子がいますこの人ね。それもこの男のゴリラの <laughs> ゴリラの妹。 ゴリラの妹の妹ことが彼は好きですだからその女の子その妹の前ではすっごく恥ずかしいんです彼は全然もう話し方が変わってしまいます彼はいで女の子のその女の子に対しては彼はそうでもすっごく恥ずかしそうにあの。 敬語で話しますそ<う>でもあんまりたくさん話せないです恥ずかしくてあんまり顔もちゃんと見ることできないはいそうそうなのでそういうところもすごく面白いから見てほしいなと思います、はい、でも実際の高校生は本当にこのありえますこうやって好きな女の子にはとても恥ずかしくて、えー、元気に話せないうんこうはっきり話せない というのが実際に、それは今の高校生でもあります。全然普通にあります。はい。なので、そこは本当だなって思って見てます。私ははいでした。ですのでまずえっ、ー、と。1つはこれですね。そう。日本のバスケットボール部はちゃんと敬語使ってます。実際は使ってますよ。うんうん。で、あの上の関係下の関係も。 まあ、あるしでも野球部みたいには厳しくないことが多いらしいですはいでもそれも学校によってちょっと違うからあのそうそうも気をつけてくださいはいじゃあよいしょあちなみにこ,この男の子は一体何なんだっていうのは <laughs> ぜひ見てください <laughs> この人もいいいいキャラクターですはいとっても人気がありますはい はい、じゃあ次 <laughs> あこれ見せない方が良かったちょっと待って <laughs> あのー、次の話いきますねえっ、ー、とじゃ野球部とバスケ部のイメージについていきましょうはいイメージ日本人がそれぞれの部活に部,部に対して持ってるイメージが全然違いますはいそれがまずじゃあ今ちょっと見せてしまいましたが是非スライドをちょっと見てください野球部っていうのはこういうイメージですね <laughs> これはひどいなんか汚いし顔が汚れてるしってねこの辺がポイント大事なんでねこのなんかすごい汚いでもこれはイメージですからね日本人の人が持つイメージねはいでバスケ部はどうですかというと バスケ部ってこういうイメージですねっていうのがちょっとスライド見てくださいいきますよこれですはい <laughs> かっこいいでしょこれっ <laughs> て<なん>で <laughs> そうなんですね <laughs> 全然違うじゃん <laughs> これ野球部でこのイメージ <laughs> 野球部ってこういうのでしょう <laughs> あれバスケ部ってこれでしょ <laughs> すごいかっこいいすごい素敵なんですかこの,このフォームこのちょっとなんか綺麗な形しちゃってもなんかすごいスポーツできますって感じですよねでもこれ本当なんですよこれはあのこう私だけのイメージじゃなくて私ちゃんと調べました日本人が持ってるイメージってこういうのです本当に本当ごめんなさいあの野球部の人泣いてるかもしれない怒らないでくださいってね ででもしょうがないんですよ日本人はこういうイメージがある。であのこの2つですねだからねもう全然違う同じ高校生。<laughs> そうであのすごい大きな違いがですね髪なんですね髪ヘアスタイルヘアスタイルが全然違うことが多いです。はい、まずあの野球部

あれちょっと青く見えますよ、ねえっと、ま何にもないじゃなくてちょっと何ミリか残すらしいんですけどあれ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 が日本人はあれを坊主頭って言います、はい、野球部の人は坊主頭にしていてバスケ部は <laughs> バスケ部はすごいかっこいいスタイル <laughs> っていうのが <laughs>。 多いです <laughs> あのこれはですね、えー、と結構決まっていて野球部はあのそのコーチマネージャーに「野球部なんだから明日坊主にしてきなさい坊主頭にしてきなさいいいですね」って「ああ分かりました」やらないといけないということが結構多いです。はい、で、えー、私は調べました。本当に どこの野球部もみんな坊主って思ったら、だいたい九十パーセントぐらいの。あの <laughs> 学校が坊 <laughs> 主<ズ>頭 <laughs> だそうです。かわいそう。かわいそうですね。ちょっとやっぱりかわいそうだなと思います。まだ十五歳とかの男の子がね。せっ伸ばしたいですね。なんですが。 そんなねおしゃれかっこいいでしょうとか考えるな野球のことだけ考えろいいか頭なんか触るな髪のことは考えるな野球のことを考えろいいなはいわかりました監督監督っていうのはあのマネージャーコーチのことですというふうにあの大人から言われて、えー、やりますそのヘアスタイルにします坊主頭にしますはーい。<laughs> であのそれは実は一応野球の歴史と関係があるらしくてあの野球の、えー、甲子園という、えー、野球が強いチームが試合をする日本の全国の野球のチームが試合をしてどこが一番強いかというのを決める野球の試合があります。はい それが始まったのがだいたい70年くらい前なんですね。日本えーと世界戦争が終わった。すぐ後ぐらいだそうです。で、その時にあ終わったじゃない。戦争中もやってたんだ。はいで、その時の日本人の男の人の髪型はみんな坊主頭だった。それが普通だった。 はいだからその時でも野球の試合をやっていたそのぐらい日本人は野球が好きなんですねだからあの坊主頭にするのはもちろんだ当たり前だと考えられていてあのそのその歴史がその今までも残ってる <laughs> ということです。はいそうななんんですねなんだか ちょっとかわいそうだなと思いますけど、はいえー、野球をやりたかったらお坊主頭にしなさいしないといけませんするのが当たり前ですルールですというのが結構あります日本は,はいアメリカの、ね、メジャーリーグと全然違いますね。 ダメダメ日本はダメダメそんなの絶対になるそうはい怒られますよそんなお前やる気あるのか、ね、お前野球部やめろねあの監督マネージャーから言われますダメですはいえー、90%くらいの野球部の野球部はもうえー、と全員がその野球部入ったらみんなが坊主頭にしなきゃいけない はい、厳しいです、ねはいえー、<laughs> もうどんどんなんかあのここまで聞くとえ野球部ってすごいすっごいかっこ悪いじゃないって思いますよねでも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 皆さん待ってください待ってください皆さんが知ってる日本の野球のスーパースターいますよねすっごい有名な人今世界で。 今アメリカで野球をやっているすっごい有名な人いますよね。いますね。わかりますね、名前。それそれです。おおから始まる。おお、または、ショーからも始まるんですね。それそれそれです。それです。ショそうそうです。それです。ショうヘイ・オータニーです。それそれです。あれです。もう。 メジャーリーリグで呼ばれてますねショータイムとか言ってねショータイムだと、はあ、これからショータイムが始まるぞ大谷翔平のショーから言っていますね大谷翔平そうあの人は高校の時はですねすごいですよびっくりしますよあの人の高校は坊主にしなくていいっていうルールだったらしくてあの坊主じゃなかったみたいあでも 今がそうななのかな当時彼が言ってた時は坊主かもしれないんですけど今はあの高校は坊主じゃなくてもいいって言ってます珍しい珍しい高校はいで他にもすごい人がいますそれを今日紹介しますよはい名前を書きましたスライドを是非見てくださいえー、佐々木凛太郎という人がいますこの人ですね大丈夫まだ知らなくても大丈夫ですでも この人はショヘイ・オタニーと同じようになる可能性がとても高いです、はいえー、この佐々木さんは佐々木選手は、えー、ショヘイ・オタニーと同じ高校を、えー、今年卒業します、はい、今まだ高校三年生です今,、はい、今こんな感じなんですかねもうちね でも顔は全然もっとあのこんな男の男の人です。はい、でこの人す,すごい人であのぜひちょっと今覚え,覚えてぜひあの明日学校行ってとか明日会社行ってとか、えー、ぜひこれ誰かと日本人と話してほしいんですけどあのすっごいもちろんサッカーじゃないわ野球ができますすごい人。はい ですごすぎて、えー、高校卒業したらプロ野球に入ってプロ野球のチームにもう入れるもちろんですレベルなんですが彼はあのー、なんとですねアメリカの大学に行ってそれが、えー、あのとっても有名なアメリカのスタンフォード大学。 スタンフォードです。だそうです。はい、ええー、とある研究だと、あのイギリスのオックスフォードオックスフォードの2番目に、えー、難しいと言われているのが、このスタンフォード大学だそうです。その2番目のスタンフォード大学にこの佐々木選手は入る。で、それもですね。私行きます。じゃなくてその大学から来てください。 佐々木くん来てスタンフォードにいらっしゃいませと。はい、ということで、えー、いらっしゃいませ。なので、えー、全部あのー、学校がお金を払います。はい、奨、えー、学金ですね。スカラシップのことですえー。もちろん学費とかえー、寮費生活のその住む家ですね。寮費え100%を大学が払ってくれる。 これが1年間に大体万円かかるそうです1年間ですよすよごいですねやっぱりアメリカってね。でそれを4年分だからもっとですね1年だけでももう約870万円大学が全部払います。そして生活するためのお金も払ってくれるそして食べるお金食費ももちろんです全部払います。 奨学金で払ってもらう0円留学ですねはい <laughs> アメリカスタンフォード大学に0円に留学をこの佐々木選手はしますえー、今年の9月からはい向こうの大学に入るそうですはい、えー、頑張ってくださいと思いますえー、やっぱりすごい人みたいです彼は ーーぐらいになるはずだとだからこれだけのお金を払ってでもぜひアメリカ来てくださいそしてあなたはアメリカで野球選手になってくださいとアメリカは考えているはいすごいですね怖いですねすごいな はどうなるでしょう楽しみですはい、えー、佐々木林太郎さんえー、ぜひあのリンクはちょっとないかなぜひあのよかったら後で Google で調べてみてくださいすごい人ですはいこれから有名になっていくと思いますはいでなので野球部はこんなね坊主頭で格好悪いって思わないでくださいすごい人いますよね佐々木さんみたいにすごい人いますよだからこういう佐々木 さんみみたたいいなな佐々木選手みたいなちなみに佐々木選手は坊主じゃないですからねそうそうこういう人はあのー、多分人気ありますよ女の子からはいうんでちょっと紹介しておくとえっとこっちのバスケットボールの方は有名な日本人はこの人八村塁八村塁選手ですこの人はもう今すでにアメリカの プロバスケットボールチームでバスケットボールをやってます。NBA でやってます。はいえー、と彼がいるのが、えーとですね、ロサンゼルス、アメリカ・ロサンゼルスのレイカーズというチームレイカーーズというチームで、えー、今やってます、はい。バスケットをやってます。はい、ぜひ彼も、あの 日本人はみんな知ってますので、えー、知らなかったらちょっと調べてみてください。おーねはいえー、このただ日本人の,あのバスケットボールの、えー、プロチーム特にアメリカのチームでバスケをやっている人っていうのはいますがそんななに多くないです今までもそんなにもうたくさんいますとは言えない。 だけど反対に野球の方は結構多いです。います日本の選手がアメリカに行ってプロ,プロチームですね、えー、ナショナルチームあープロの、えー、とメジャーリーグですねアメリカメジャーリーグに行って野球をやるというのは今までもたくさんいました。例えば一郎 イチロー知ってる人いますよねね多分ねイチロー選手も、まあ、とても有名ですね。ほ、まあ、他にいっぱいいます。なんだけどですがあのバスケはそんなに「あああの人もあの人もあの人も」とかはあんまりいない。はい、でこのるいくんはあの日本人は結構このるいくんって呼ぶんですけどね。そうるいくんはあのそうですね、えー、結構すごく。 アメリカでかなりよくやっているというふうに言われているのであの人気です日本人の中でも人気だしとても有名ですはい、えー、なのでまああのそうですねなんというか、まあ、これだけこうまあすごい選手はいるんだけどだけどあの やっぱりもう本当にごめんなさいなんですけど,なんですけど日本人の持つイメージそれぞれの野球の学生とバスケの学生に対するイメージはやっぱり違うんですね。はい、いますけどね素晴らしい選手スーパープレイヤーいるんだけどっていうことです。でそれが日本人が持ってるイメージがやっぱりこれになっちゃうんですよ。 ああ野球部といえばうんうん坊主頭だよねうん。でバスケ部ああバスケ部っていえばああこういうさっきの「スラムダンクの学生たちみたいにこうヘアスタイルも自由だしほんとみんな自由ですよねこれねみんな好きなようにしてますよ髪も染めてるし彼はもう赤くしてますからねこれはやっ,ちゃやってはいけない学校も多いですけどねうん。でも やってもいい学校も実際あります。はい。でカぐらいの頭だった全然大丈夫です。もうそんな怒られないはずです。ほとんどの学校。はい。だけど野球部じゃ絶対ダメですこれね。お前どういうつもりだ。なんでなんだその頭。ブロッコリーみたいだぞ。言われますからダメです。はい。ええー、こ <laughs> れこういう違いがこんなに違うと。同じ高校生、同じ中学生でも全然違う。で、あそっかじゃあ。あ 日本人の女の子はみんなサッカー部が好きでしょって思いますよね。なんですが、実はですね、違うんですね。一番人気は残念ですがバスケ部じゃない。バスケ部よりもっとはい人気です。あれはもう人気ですっていうのがあります。なんだと思いますか。そう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 。あの足でボールを 何する足そうそうそうあれですあれですそうです一番人気は女の子が好き私あの人好きってなるのはこれこれはいごめんなさい <laughs> ごめんなさいバスケ部の男の人たち <laughs> はいサッカー部ですはい日本人の女の子たちはサッカー部の男の子が好きですはいとっても好きです。 はい、私も好きです <laughs> なんだよってね、えー、ですのでもう簡単に言うともうサッカー部はモテますモテるっていうのは女の子から人気がある、えー、恋人になってください彼氏になってください好きですバレンタインのチョコレートあげますっていうのはもうサッカー部が本当に多いですはい、えー、ここでですねじゃあどのくらい人気なのかというのを私調べました言いますよモテるなって この部活はモテるなって日本人がイメージする部活は何ですかっていうの。を調べた。のがありました。はい。えー、そうですね。これちょっと悲しい結果です。<laughs> いきますよ。えっ、ー、と、一番はそう言いました。サッカー。はい。サッカー大人気。ええー、サッカー一位で、それも70。七十パーセントいきます。もう。すごくないですか。七十パーセントの人サッカーが一番モテると思いますって答えた。 はいで2番がバスケおっ来た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 よし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 でこれちょっとパーセントずれちゃうんですけど「バスケがいいと思います」って言ったのは、まあ、大体40%って思ってくださいもう今で110%言ってるかおかしいんですけど「バスケもいいんじゃない?」って言った人は 40%40 40ですよで次3番がはい来ました大丈夫野球部おめでとうございます野球部はでもね 二十八パーセントガッと下がりましたね。バスケが四十一だったから、うーんうーん野球四二十八パーセントになってしまいました。ショヘイオタニー、ショヘイオタニー三番です。残念はい。でええー、とね、じゃあ四番ははい四番はですねテニスはいおめでとうございますテニスです。テニスも 21%の人が「いいんじゃないテニス部人気あると思います」って言ったおおでも一番はやっぱりサッカーサッカー70%ですかすごいですねはいでこの5番6番7番全部運動スポーツの部活ですはいでやっと8番で音楽音楽をやってる、えー、それもバンドギターをやりますと 「俺はドラムです」とか、えー「私はボーカルです」「歌います」「君が好きだから」はい歌うそ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 れ8位、はい、えそういうあの歌うグループありますよねバンドチームあれですねあれが8番に来てました、はいええ、そうですかってねはい 私が入っていた吹奏楽部という,こうみんなでこう楽器をやるブラスバンドは、えー、ともうちょっと下でしたちょっと何位か忘れちゃったんですけどでももうちょっと下残念はいと言ってもそのさっきのバンドはそれでも8%だけです8少な低サッカー70%ですからねはいやっぱりサッカーなんです日本人の女の子はサッカー部の男の子が好きはいこれは嘘ではないですはい えーですのであのそうだからサッカー人気ですだからってちょっと変かまあ、反対ですね日本でサッカーが人気サッカーのスポーツが人気になったからサッカーをやる人も増えてそして、えー、女の子もサッカー部の男の子が好きになりやすいっていうことですねはいえー、このスライドをね見ても分かるようにですねまず頭の スタイル全然違うはいヘアスタイル全然違うあのやっぱりサッカー部は全然そんなルールないですサッカー部で坊主頭いません聞いたことがありませんはいう,うん <laughs> う、うん、素敵ですサッカー部は髪の毛は自由はいあの学生の時日本の学生ってえっ、ー、と 自分で決められることは大体制服ユニフォームありますよねあれ着ないといけないし自由な学校もあるけど何でもいいですよ何着てもいいですよっていうのあるけどすごい少ないです日本全体で見てもほとんど制服あるしあとはもう髪だけですよ自由にしていいのはだからやっぱり髪の毛は大事なんですね学生にとってははい。だから野球 サッカー部もバスケットボール部も自由にでイメージはバスケットボール部はやっぱりこうなんか長い長いイメージで野球部はこう髪見えないですけどねこの人ちょっと見えますけどねちょっとだけある大体いい坊主ですから90%坊主でしたがね全国の強い,く強いサッカーあ野球の学校は90%坊主もう髪ない <laughs> ですはいそういう違いがありますそうそうそうでそうですねあのちなみに敬語に関しては、えー、と敬語はあのサッカー部も別に厳しいっていうのは全然聞かないですはいそうだからやっぱり違うんですよねでここでちょっとまた野球部の悪口みたいに聞こえるかもしれませんけどちょっとまた。 どういうイメージか？もうちょっと言います。最後に。<laughs> 泣かないでくださいね。野球部の人、<laughs> えっと行きますよ。まず日本人が持ってるイメージです。私だけじゃなくて、よくみんなが考えるイメージね。野球部の男の子はどんな人というと真面目です。いいことですね。いいじゃない。真面目いいじゃない。でも真面目っていうのはあの野球のことしか考えてないっていう意味の真面目はい。 でバスケはそういうイメージないです。はい、えー、今ちょっとサッカー考えませんよ。もうサッカーはもう,もうレベルが高すぎてもう,こう比べても意味がないのでここはちょっと違う世界ですね。ここの2つだけいきますよ。はい。えっ、ー、とあじゃあ戻せばいいですかね。いやいいか。いやこうしましょう、えーまあ。この野球部は真面目だ野球のことしか考えてないでしょ。野球バカって言いますよね。 で、えー、あとは野球部は肌が黒いっていうイメージがあるこう。野球って外でやりますよね。だから日に焼けちゃうんですね。肌が黒くなっちゃうんですね。いつも太陽の光を浴びてるから黒くなっちゃう。だから黒い。野球部黒い。でもバスケ部は白い。体育館の中でやってるから白い。綺麗。 っていうイメージ <laughs> で、えー、もちろん髪型坊主こっちバスケ部自由かっこいいで、えー、マナーどうですか野球部すっごいマナーがいい礼儀正しい <laughs> もういいですよねいいことでしょ帽子かぶってるしこれ人に会った時に「あこんにちは」って言って帽子を取って。 で挨拶しなさいっていうのが野球部でよく言われるそうです。帽子したまま挨拶するな失礼だ。はい。怖いなすごいですね。だえっ、ー、とま礼儀正しい書兵大谷わかりますよね。あの人本当マナーがいいって言われてますね世界でね。例えばあのー、さ野球やっててあのペって口から水を出す。 あのガム噛んでてガムを下に出すゴミ箱に入れるじゃなくて床にフェッはくペッペッっッてやるあれあれ絶対やんないですよね翔平大谷でそれはやっぱり日本の野球でそんなことをしたら大変ですもうマネージャーに「バーンお前何考えてるんだバカバカ野郎!」って言われますから絶対やらないし はいえー、あと翔平大谷があの試合の時にゴミを拾ったっていうのがアメリカで大きなニュースにな,なりました前ゴミ拾ってる翔平がゴミ拾ってるあのスーパースターがゴミ拾ってるえー、信じられないってねでもそれは野球部にとっては普通のことです別に僕たちが野球をする場所だからここは大事な場所だゴミを拾うのはもちろんだ 当たり前だ、はい、だから全然日本人から見たら普通のことなんですけどアメリカの人たちはびっくりしたみたいですね。ゴミ拾ってるよ、はい、ですがさっあこっちのバスケ部はそのイメージないです確かに。バスケ部がゴミ拾うとかあんまり「おすごいバスケ部なのにゴミ拾ってるすごい偉い」って思うと思います。はい やっぱりマナーはいいんですよこっちはね野球部はねえー、そうですねあのあとちょっと面白いまあ敬語はもちろんね野球部は敬語をもちろん使うしこっちはあんまりバスケ部は使わないイメージ強いですで使わないっていか使うけどそんなに厳しくない上と下の関係もそんなに本当に実際にそんなに厳しいとは聞かないですはいで えー、ここからちょっとイメージがひどくなり悪くなります。と <laughs>、野球部はえー、ちょっと汚いイメージがあります。はい、というのが意見があります。やっぱり野球ってこう外でするからスライディングしますよね。わーってしないといけないから、ちょっとこよ汚れちゃうんですね。はい、すごい。綺麗な。野球選手ってあんまりいないですよね。うん、なんか汚いな。 だけどこっちのバスケ部は綺麗体育館でやってるから綺麗なんかちょっと汗かいてる熱い汗かいてるけどそれも綺麗かっこいいみたいな <laughs> キラキラしてるみたいな本当なんですかねもうねその考え方んで、えー、とこっちですねえ野球部の男の子は女の子とあまり上手に話せない イメージがあります <laughs> あるそうです私じゃないですよそういうイメージがありますってみんなが言ってるんです、えー、野球部の男の子はあんまりまず話さないというイメージがありますあるそうです、うん、無口そう。だけどこっちはバスケットボール部は全然そんなイメージないですちょっとうるさいぐらいうん またはちょっとクールちょっと静かだけど特にこの人とかすっごく静かなんだけどでもまあ他の人はよく話しますからね元気だしうんだから女の子とも普通は話せますうんでも野球部はちょっとそれもできないね、えー、そうですねもし 例えば学校終わってデートに行きましょう私の恋人だから部活終わった後一緒に帰ろう家にという時「えー、こっちの坊主頭でちょっと汚れてるの汚い男の子と一緒に帰りたいですか?」女の子はそれともこっちの綺麗な全然汚れてない男の子で、ね、髪も坊主じゃない。 そういう男の子と一緒に帰りたいですかどっちですかはいもう答えは分かりますね。もちろんです。こっちです。バスケです。バスケの男の子と家に帰りたい。バスケの男の子とデートに行きたい。はい。ごめんなさい。そのイメージがあります。はい。えー、そして <laughs> <laughs> えー、やっぱりうんあと日本人の女の子はやっぱりアニメのイメージが強すぎてうんバスケは「スラムダンクのイメージかっこいい面白い、うん、野球は野球はですねちょっと古いアニメが有名なんです日本で,ですごく厳しいんです練習がお父さんとかがすっごい厳しいんですね 息子が野球をやっていてお父さんがもうご飯食べたらすぐ練習しろっていうもうすごい厳しい <laughs> もうなのでもう日本人の女の子も野球部は厳しい練習ばっかりやってる女の子に多分彼らは興味がないはずだって思ってるはいだからもうもう,もうアニメの アニメのイメージもやっぱり強いんですね日本人ね。私もそう思います。それは本当にそう思う。だから野球はああもう厳しいだってなんか汚いなってやっぱそれも思うし、そうですがだからもうことですがって言いましたがここはね全部もうバスケバスケ部勝ってますね。野球部全然もういいことないじゃないって思うんですが一個いいことある。はい。さっきの ショョヘイ・オオーターニーとかさっきの佐々木選手はい、えー、特にオオターニー選手は今世界で一番給料が、えー、スポーツ選手の中で一番高いそうですねはい、えー、一番お金を持っている可能性が高い まこれからもらえる可能性が高いですね。で確かにバスケはさっき言った通りあんまり日本人はあのまだ NBA 行くっていう人少ないし、そんなに野球選手ほど給料は良くないですよね。だからそういうことを考えると女の子は考えます。お金チャリララ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 ンもしかして野球部の男の子と 早い時から付き合う恋人にした方がいいかもしれないと考えるはい。汚いですね女というのは汚いかもしれませんはい、えー。将来が明るいと言いますね野球部の方が将来が明るいかもしれないちょっと汚くてももし坊主でもいやいやいや大丈夫それは高校生までだから 大学生になったら坊主じゃなくていいんですそうなんです大学野球は坊主じゃなくてもいいんです全然はいですので、えー、そう考えると野球部は将来が明るいのでいいかもしれないという意見もありますはいえこれが残念ですが本当に本当の意見 <laughs> 日本人の多くの女の人が持つ、えー、印象イメージです そうなんですねあーだからあーどっちがいいんですかねあんまり考えないでね好きな方やったらいいと思います自分はねそうそんな感じですですが野球じゃなくてサッカー部はやっぱりサッカー部はもう,もう何もい,い何にももうそんな比べることもなく人気ですおめでとうございます一番です一番人気がありますはいもう 話にならないいって言いますこういうの、ね、比べる意味もないですね野球サッカー部はね。はいえっと、いろいろ野球部の悪口に聞こえることを私は今日残念ですが話したんですけどそれでもこの私を今大人になって思うといいじゃないと野球部の男の子たちはもう変なことを考えてないですよ。 彼女できるかなとか今年はバレンタインのチョコレートいくつもらえるかなとか考えてないですどうしようかな、ね、もっとヘアスタイルを素敵にしたな、うーん田中さんに僕好きって言おうかなとかそうあまり考えないと思いますよもう野球のことしか考えてないよし次の試合はどうやったら勝てるんだとかそういうことばっかり考えていいですいいです野球に集中して是非頑張ってくださいもう素晴らしいじゃないですかもう。 学学生生の時ししかででできないですよ学生らしくていいですすよらくてだからいいんです野球は素晴らしいですそれでいいですはいなので皆さんの持つイメージと日本人の持つイメージは多分結構うん違ったと思いますがどうでしょうかメッセージで教えてください <laughs>、えー、最後に、えー「スラムダンクあのー、見たことないって人是非ちょっと日本語で見てみるとあのー、勉強になるかもしれないはい ええってね。なんでここで敬語使わないのとか、えなんでここで敬語使うのとか、いろいろ思うことあると思いますし、話がまずいい話なので、はい、えー、見るととても元気になりますよ。うん。そしてなんかちょっと泣いちゃいます。はい。ですのでぜひあの見てみてください。細かい説明は今回はしません。はい、おすすめです。スラムダンクです。はい、日本人はみんな知ってますので。 安心してください特に人気なのは、えー、と30歳ぐらいの人から50歳くらい5060歳くらいまでの人がよく見てますこれを、はい、ですので、えー、そういう人と話せば「あのあ知ってる知ってるってね」ねいいあのテーマになりますので是非見てみてくださいおすすめです本当におすすめですはい、はいえー、皆さんの意見が合ってますはい じゃあ最後に私のクラスについてちょっとあの紹介をさせてください。えっ、ー、と JLPT の読解をやっている人やっている人いやいや勉強する人はい <laughs> 私ビデオで教えますので是非使ってください。長文とか中文短文いろいろあります。N2N1 ありますよ是非使ってください。 えんと本当にどちらも毎年大人気です皆さんに見ていただいてます使ってください、えー、これ私のオンラインレッスンのところから詳しいことが見ることできます下にリンク書いておきます見てください、えー、他にも私、えー、教えてます、えー、ビジネス日本語勉強しませんか面白いですよズームでズームですから、えー、話しながら勉強しましょうはいこれは最近は 電話ビジネス電話をやったり、えー、就職するための面接の何、えー、ですか面接の練習をこれからします。はいぜひぜひあの、はい、お申し込みはお早めにお願いします。待ってます。やりましょう。えー、練習して是非日本の会社に是非入ってください。ね、応援し,します。そのために教えます。はい そして、えー、と会話の練習もやってます。日本人の友達と話すにはどうすればいいかを私が教えます。はいえー、そしてプライベートレッスンもやってます、えー。これは皆さんが教えてほしいこと何でも私教えますよ。えー、JLPT でもいいし、会話でもいいし、作文でもいいし何でも大丈夫です。はい、教えます。えー まだわかんないですっていう人もいいし、えー、N 一レベルとか N ゼロレベルまでの人、どんな人でも私教えますので、えー、一緒に勉強しましょう。えー、あ、そうですね。この三つ、ビジネス日本語、会話練習、えー、プライベートレッスン。プライベートレッスンは皆さんのいい時間にあの私と時間を決めてやりましょうね。はい、全部オンラインレッスンにあの書いてあります。 下にリンクがありますのでそれを見てください。はい。そして私 Twitter X です。X もやっています。このリンクも下に書いてあります。はい。ぜひあのフォローしてください。新しいビデオを作った時とか新しいクラス作った時とか皆さんに早く連絡します。はい。お願いします。えー、皆さんの今日思ったことぜひ。 送ってください。はい。えー、今日ちょっと私あのどうやって説明しようっていっぱい考えてあのー、なでしょうスライドがちょっとうまくできなかった時が多くて申し訳ありません。はい。えー、またぜひ聞いてください。楽しく今日聞いてくれてると嬉しいです。またメッセージ待ってます。ありがとうございます。